どうもトビアンです。今回は単発実況上海2プレイしてみたいと思います。1990年サンソフトさんのファミコンソフトですね。パズルゲームですね。上海シリーズ、上手下手は別としてね、大好きなんだよねこの上海。さあ、上海2になってモードがない3つあるみたいですね。このチャレンジモードっていうのが、2人で対戦するモードで、通常のノーマルモードをまずねやってみたいと思います。この読み方わからないけど、ソリタイレモードいきましょう。これはね、このモードは以前と変わらないけど、今一番下見せてくれたんだね。でも全然覚えられないけど、さあ行きましょう。のんびり感が好きなんですよね。端っこから順番に取っていくんだけど、あんまりむちゃくちゃ取ると後で苦労するので、この一番上の4つだよね、これをまず取っていこう。急走ありました。ペー、ここにもあるけどな。どっち取ったの？これ取れないのか。これ取れるよね。オッケー。で、ペー、これ取ろうか。こっちの方が優先で。あとは、ハッツ。このなんか太陽マークみたいなの、これなんだったっけ？これか。オッケー。ウーマン。取れるのか。あ、これ取れないのか。これは3万とこれ取ってから出ないと取れないんだ。3万ないね。嘘あるね。 OK で数万。 OK 一番上クリアしました。次は上から取った方がいいよね。これ普通にこの2、あ、これは取れないんだ。先にこれやっつけてから、これヤンマン2連続きついね。またウーソーか。これでもうウーソーなくなったのか。そんなの別に覚える必要ないか。ナンローマン、シャー、どうだ。トーンをこれ取っとくか。あ、これ取れない。じゃあこっち取るか。何がある？チーソーを取っとく？何がありました。あれ、これ取れないの？なんで？ペー取ってから？あ、これが上なのか。この立体的なのをちょっと、もうちょっと立体的にしてほしいな。もうちょっとだけ。これも取れないんだ。6。なんかもう厳しくなってきたな。3万はない？ないね。ローソーもないし、E ピンはあるね。E ピン取る？で、三蔵2枚取って。ローピンが開いたけど意味ないか。なんだこれ。もうダメか。上の方が取れないもんね。チーピン、ペイを取ればチーピン取れるけど、ペイはどこですか。ないな。ちょっとこの辺掘っていくか。発想はなんか端っこしか取れないね。ヤンピンとか取っていく。下に埋まってるかもしれないけどね。ローピン、これは取れないのか。取れないよな。ローピン取ったら取れる。あ、取れない。こっち取ってみる。
ないですか。パーマン取れるけどな、なんかいびつな形になってちょっと厳しいね。厳しいな。なんでここ取れないんだ、この列ペイしか取れないのか。じゃあ9万取っとく。こっち取るか先。うもうなんかギリギリ感があるねこれ。あんまり影響のない端っこ取ってもな、この2万取りたいんだけどな、ないな。ハク取るか。パーピン3万、これいけるのか。あ、いけるね。シャーは取れ、これ取れないんだろう。ローマンが取らないときついんだよね。あ、ここにある。あ、取れた。よし、これいいね。シャーもいっちゃってください。いいね、だんだんになって。スーソーとか取っちゃいますか、これ。あ、あんまり関係ないけど、これと三蔵取って。あ、ローピンが来たぞ。ローピン、そう、チーピン、これ取れた。よし、取れた。ペイはどこ行ったっけ。ないか。トンナンシャーペイ、シャーはこれ取れない。ヤンズをこれ取れる。こっちかな。こっち取って、このムーみたいな、これオッケー。シャーも取っちゃって、あ、リャンマン出てきた。よし、これ上の方がいいかな。どっちがいいんだろう。こっちかな。オッケー、イーマンがこんなとこにある。こんなとこにある。発想もトンもないな。パー、これ取れるね。パーマン、え、チーマンも取れる。いけいけいけ、もうクリアしたいね。無理かな。ペイはどこ行ったんだ。ペイ見えないね。ペイが見えない。トンもリャンマンとトン取らないと、もうゲームオーバーになっちゃうよこれ。どこに隠れてるんだ。リャンゾー、スーソーもないし、チーソーととかロックのマンズ、パーピン、キーとなるハイが出てこないね。チュン、お、下が見えた。ちょっとずらしたいな。ちょっとずらしたいよね。下に出てきた。厳しい。ウーピンいける。ロッソがここ見えてる。キューピン、これ、あ、これいけるの。これいっちゃうか。パーピンもいけるのか。これ深いことになってるけど、あ、チーピン、あ、チーピン無理。ロッピンはいける。あ、ローマン、ローマン、ここでいける。崩れそうな形になってるけど、チーピン取れた。あ、パーピン出てきたけど、ここか。関係ないな。リャンゾー違う。ハク、あ、ペイ見えた。あ、いけた、やったー。あとトンと、あ、来た、トンとリャンマン。いいね、あとリャンマンだね。ハク、リャンマン来ないか。パーマンチュン、おー、いいじゃないか。これリャンマンの下がえらい。この下にリャンマンあったらもう終わりだね。ゲームオーバーだな。ふふふ、これ取れんの、すごいね。あ、あ、ここにあった、リャンマン、やったー。2段目制覇、
さあ、この勢いで行ってしまいたいな。一気になんかいけそうな、いけそう感が出てきたよね、これ。運腕が、あー、ロスを取れる、先に取れる。先に取って、スーピン、なるべく上から取って。リャンマン取って、リャンゾー、スーソーも取れる。いいよ。近づいてきたんじゃねえ、これ。パーソを先に取って、よし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 、もうあと1、簡単になったんじゃない、これで。だいぶね、一番下の段だけだから。あ、これ仲間じゃないのか、何なんだこのこいつは。え、こいつはこれか。え、これ、あ、もういけるんじゃない、これ普通に取っていったらクリアできるよね、これ。あー、惜しい。来た来た来た、これいける。もうバラバラになってるから、よし、いったな。いいよー、一発でクリアできたー。あの、動画編集してズルとかしてないですよ。だいたい私のね、実況プレイ見てくださってる方はご存知のように、あ、あっぱれでいただきました。サムネイルにしようかな。やったぜ、スクリーンショットのとこ。いや、これも勢いに乗って、あ、次の面進むんだね。ちょっとね、他のモードもこの最初の時に記憶しておかないといけないのかな。そんな記憶力ないわね。もしくはあの画面コピー取っとけば、吊るしてね。あの、トーナメントモードというのが最後にありまして、これがね、全6面で、時間制限ありなんだよね。恐ろしい。のんびりできないじゃないかね。ということで、最後、まあ厳しいでしょうけどね、時間制限ありモードの一発勝負と思います。さっき話途中になりましたけどね、私の動画を見てくださってる方ならね、ご存知のように、もうダメだったらそのままですからね、私の動画は。マジの一発勝負です。あ、さあ、覚えて覚えて、シャアが真ん中、スーソー、キューソー、リャンピン、全く覚えれないな。さあ、時間制限ありのモード、一回練習したからね、一気に行きたい。時間、うわ、めっちゃ早いやん、時間経つの。厳しいな。いやいや、のんびりさせてくれー。三蔵発想どこにある、二人がかりでやりたいぐらいだよね。発想探しといてみたいな。あ、これ違うの、うっそ、こっちか。あ、違うのかよ、なんか絵柄が時間かかるわ。ローピンない、ローピン、ローピン探してる間にウーピン見つけました、スーピンも見つけました。ローピンないのかよ。え、これ3ピンとか取りながらローピン探してるけどないな。9、あー、ちょっと時間かかって、何何何、あ、もう取れないのかよ、うっそ、もうだ、もうもうパニックパニック。うっそでしょ、もうなんか近くにあるのもう取っちゃうよね。取ると一瞬時間が増えたりするのか、たまに。これ取れないんだ、うっそー。あ、もうパスを取れないと 大混乱だね、これ。うそー、何これ、もう無理。あ、これも取れないんだよね、横並びのやつは。違うのこれ。あ、チュン、うっそ。もうダメ、ローピンどこだ、チュン、リャンゾー、リャンゾー、ローソー、違う、これも違う。あ、いける、これいける、ウソ、いける。何この変なマークのやつ、わからんわ。これじゃないんでしょ、やばいよー、時間がない、うっそ。
ええもう終わり？ちょっと待って、ちょっと待って、あ9万、あちょっと待って、嘘でしょ、早すぎるでしょ、タイムアップ、ん、どうなのタイムアップで、何これ終わり？コンティニューしたらまた最初から、途中からじゃないの、これさっきと同じ並びなのか、どうなの、さっきと同じ、またやり直しなだけかこれ全然違う並びか、それもわからないわ何回やっても一緒だねこれ。でももうラスト1回やりましょうか。あーなんかでも並びが同じような気がする。だいたいこれが取れないもんな、わからない。あーさっきと同じだねこれ。この結局 DR っていうやつが取れないんだよね。パスここにあるじゃん。さっき取ったこれ、あ、これ取れないの、これが、これか、あ、オッケーで、これが、これいけるん、あ、違うな、これと、これは、あ、いけた、よし、さっきより進んだぞさっきより進んだぜ、上のやつを優先して、取っていこう、あ、これ違うか、そうそう、取れないのか、ペイ取ってからか、よし、そうで、これは SP とこれは合ってるのか、よし合ってる、パーピンがない、ウーピン、リャンマンか、あ手が止まってしまったぞ、やばいぞやばいよー、マンズばっか見てしまってる、1万ある、ここにある、さっきよりは行きたいね、キューピン、もうこれ使っちゃうか、時間がないからね、キューソーあるね、あそこ端っこ下にあるよ、シーソー端っこ同士である、何は何いける、あ行けないのかこれ、いやー何いけないの、あそうど真ん中かこれ、そうですか、具体的にちょっと見づらいんだよね、あ違うな、チーピン3ピン、あとリャンマンがない、リャンマン3万ある、あいいとこ取った、自分で解説、いいとこ取った、リャンゾーが死ぬほどある、リャンゾー全部潰しちゃえ、ウーピンあっちゅん取れるこれ、誰に喋りかけてるんだトン、あ、ペイばっかり、トン、よし来た、ペイ、お、これ勢いに乗っていける、そうでもない、そうでもないね、なんとチーピンはない、パーピン、もう目に入ったやつを取っていかないと、これ時間がないスーピン、お、リャンピンはここにあるけど3万、9ピン、そのために6ピン自分の中での流れが3ピン3万さっきあったよね、どこやったっけ、忘れたー、数万ついにさっきより進んでるよ、え、ちょっと待って、ああこれ OK、 押せない、ローピンどっかある、ローピンチュン、やばいぞー、やばい手が止まった、ナイス酸素パーマン、トンよりもさっき数ピンなんだ、3万これ横同士でいける、 OK、 2ピン、2ピン、数ピンか、下、よし取った、シャートンな、あーシャー来た、パーマン取っちゃって、 DR また難しいこと言うね、
あ、これ真ん中取れない、真ん中取れない。あー、大混乱、大混乱、やばい。ウーマン、あ、ここにある、ウーマン。で、次のイーマンを取る。イーマンを取ると、ヤンマンはまだ取れない。取れないが、時間がない、時間がない。トン、よし、ナン。チューンはどこにあるんだ、チューンは。これ違う、 GPG 版じゃない。9層もダメ、パス層いける。9万関係ない。ヤンマンいける。しゃー、え、なにこれ。ノーモアムーブーズ。あー、もう取れる範囲がないっていうことか。それ自分で知りたかった。なんだよ、惜しいとこまで行きましたね。取る順番ですな。まあ楽しめました。ということで、タイトル画面でお別れしたいと思います。上海2、何度でも遊べるゲームですね。それでは次のレトロパズルゲームでまたお会いしましょう。さよなら。